エンハイプン、日本で初の看板組。10月12日より日テレ系で放送スタート。ゲストからかっこよさを学ぶエンハイプンが日本で初めて看板組を披露する。エンハイプンの看板組、エンハイプンのかっこいいを独占させていただきますが、10月12日に日本テレビ系でスタートすることが発表された。毎週土曜日午後2時30分にレギュラー編成され、 地上波放送後には未公開映像を追加した特別版がフールーで独占配信される。同番組は優れたパフォーマンスと抜群のビジュアルで世界中のファンを魅了したエンハイプンが様々な分野のゲストから学びかっこよさのカテゴリーを広げていく姿を収める。日本テレビはエンハイプンがステージ上で見せた姿とは異なる姿を披露する。 放送のあちこちで出会える彼らのナチュラルな魅力に注目してほしいと伝えた。放送開始のニュースと共に公開されたポスターからも唯一無二のかっこよさを見ることができる。メンバーはレザージャケットでアクセントを加えたスタイルにクールな眼差しで圧倒的なオーラを放った。一枚のポスターで番組への期待をより一層高めた彼らがどのような姿で 楽しい週末をプレゼントしてくれるのか、注目が集まる。エンハイプンは5日から6日、韓国、紅葉、小屋、総合運動場で3度目のワールドツアー、エンハイプンワールドツアーウォークザラインの幕を開ける。彼らは、ウォークザラインを通じて、K、K-POP ボーイズグループの中でデビューから最速で日本の3都市ドームツアー、ベルーナドーム、水ズペイペイドーム福岡、 京セラドーム大阪、開催という快挙を成し遂げる。